はい、どうも、ユッキーの喫煙動画今回はこちらです。はい。360円のニューキャメルということで、JT の方から、送られてきました。多分これ試供品ではないかと、思ったんですが、JT はですね、基本的にクソ、ろくなものを送ってこないんですよ。うん。ね。アメスピのね、クソみたいな、なんか、フリスビーみたいなね。あ、サンプルタバコ在住って書いてありますね。よし。そう、これでいいんだよ。一本でもいいからね、そういうの送ってこいって話なんだよ。ね。なんか、再生紙を使った、こんぐらいのさ、白いさ、フリスビーみたいなやつ。あれ何なんだろうな。即ゴミ箱行きだったけどな。再生紙で、使ったって言っても、もうすぐゴミ箱行ったから、何の意味もないんですけど。いらなきゃ、捨てるんですが。メルカリで売るにも、デカさだから売れねえしな。送料の方がかかるじゃん。茶色いキャメル出たということで、リトルシガーのキャメルが、出ましたと。キャメルの、これと、シガーボックスと、シガーライトボックスと、キャメルのシガーメンソールボックスと、3つ、360円。タバコ場で巻いてキャメルということで、キャメルの、まあ、あれは、まあ、普通の、まあ、あれですね。これなんか書いてありますけど、初級味わい方を知る。通常の紙巻きタバコと同じように味わうべし。ニューキャラメルだ、ならではの香り豊かな香りを気楽な気分で楽しむべし。フレッシュな気分で満喫するべし。中級、味の特徴を知るという。キャラメルシガーボックスの方がしっかりした吸い応えと。しっかりとしたタバコ感と吸い応えのあるバランスの取れた味わいと。で、キャラメルのシガーライトボックスは吸い応えがライト。よりライトな、タバコ感と吸い応えのあるバランスの取れた味わい。そして、メンソールの、シガーボックス。吸い応えがしっかりと。こっちのやつに、まあ、メンソールを加えたっていうパターンですね。このライトの方ではなく、こっちにメンソールを加えたと。爽やかなメンソール感を漂うスッキリとした味わいと。そして、上級、うんちくを知る。なぜ茶色いの？リトルシガーの巻き紙には、ハタバコが、含まれているため茶色くなります。そして、なぜタールチ、ニコチっていうの記載がないの？リトルシガーが属する浜巻タバコという分類には、確立された測定法が存在しないことから記載していません。うん。この最後だけ俺も知らなかったですね、これね。なぜタール、ニコチっていうの記載がないか。測定法が存在しないらしいという。ほほう。え？メンソールだと。これランダムか？え？これかもしくはもうこれ3本か、これ1、2、3本か。一箱来ましたね。これだとばっか思ってたけど、これでもなくこれできたね。メンソールできたね。これランダムかな？ 3 種類の中からランダムだな、さては。ほっほっほ。普通、だいたいこういうメジャーな、ここくらいず来るでしょ。あえてメンソール来たね。でも、一箱来たんで、これはありがたいな。JT にとしてはかなりある、今回太っ腹ですね。本当にろくなもんしか送ってこねえからな。本当に。マジで。JT。久々にまともなの送ってきたな。久々にマジで まともなの送ってきたな。これはちょっと楽しみですね。俺メンソールは好きなんで。うん。あ、サンプルって書いてありますね。こちらにサンプルと。他には特には、書いてはおりません。腹減ってんだ今。めっちゃ腹減った。
三ツ矢アセロラ、最高三ツ矢ブランド、最高レベルに酸っぱい。普通のアセロラのドリンクじゃないか、これ。酸っぱさ大して変わんねえぞ、これ。これアセロラドリンクですね。それじゃあ、吸っていきましょう。今日は寒かったですが、秋葉原行ってきたんですけど。かなりメンソールが強いですね。ものすごく。喉の、奥のあたりまでぐーってメンソールが来て、で、やっぱ強すぎるせいで、タバコの味が、キャメルのね、特徴であるナッツの香りがまるでしないですね。うわ。これはひどい。キャメル好きなんですけどね。これはひどいな。これはひどい。これはひどい。うわ、鼻がもう、うわ、スースーするよ。うわ、これダメだ、これ。全然ナッツの香りの1ミリもしないですね。もうこの鼻のあたりまで、口の奥と喉のあたりとこの鼻のこの上のあたり、口の上のあたりにものすごいメンソール強すぎる。マジで期待してたんだけどな。まあいいや、ある意味良かったとしよう。これはもう買わない。これは買わないということを決意した。残りの二つっすね。まあ、まあ、どっちも買ってみましょう。いつ発売したんだろう。もう発売したのかな。もう発売したんでしょうかね、これね。ちょっとググってみましょうか。多分もう発売したんだろうな。新発売タバコ。ああ、もう発売してますね。うん。発売が2019年の12月って書いてあるんですけど、まあ発売したんでしょ。おそらく。あ、12月13日も発売してたの？10日以上前なんだけど。マジで。あ、これダメだ、これ。2020年1月20日にプルーム S 専用タバコにキャメルの、2銘柄が新登場らしいです。まあ、プルームテックはいらねえ。プルームテックはいらねえな。うわ、これひどい。飲み物と合わせるとさらにひどい。
他にもいろいろ発売してますね。ブラックデビルのアークティックメンソール。これいらない。ペペのダークグリーン。これもまあ、吸ったんですけど、ダメですね。ダメでしたね。で、刻みタバコのイロハっていうのが、出ましたね。これね。700円。30g あたり700円。まあ、キセルはあんま昔やったことあるんですけど。まあ、これ手巻きと同じ感じで、手巻きタバコで巻いてみても面白いかもしれないですね。案外。グラム単価としては、ほとんど手巻きタバコと同じですね。あと、エッセの、なんとかかんとか。うえ、マジ。キャメルの良さが何もないね、これね。うわ。ナッツ感の、ナッツ感、皆無だな。これ両切りにしてると吸ってみましょう、これ。フィルターをちぎるとプレーンフィルターです。あ、鼻がスースーする。あ、鼻がスースーするな。あ、若干ありました。ナッツ。若干ナッツ粉感じられました。今ので。両切りにして。うん。若干、あ、最初のあたり、あ、うん。うん。あ、鼻が痛い。鼻が痛い。これダメです。うん。買う価値はなし、一つ星。また、なんだっけ。またもう二つの方は、まあ、後々買いましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。